カール・フリードリヒ・アーベルは、ドイツ出身の作曲家、ビオラダ、ガンバの名手であり、貴重な作品を残した、アンハルト経典広告の経典に生まれる。父親のクリスティアン・フェルディナンド・アーベルは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが学長を務めていた時の、経典宮廷楽団の首席ビオラダ・ガンバ及び、チェロ奏者だった。ライプチヒのギムナジウムトーマスシュルで学んだと言われる。 1748年、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの推薦で、ドレスデンのヨハン・アドルフ・ハッセの宮廷楽団に入ることができ、そこに10年間在籍した。1759年、イギリスに渡り、シャーロット王妃お抱えの室内楽奏者となった。ロンドンで自作の演奏会をし、様々な楽器を演奏した。その楽器の中には、新しく開発されたバリトンも含まれる。 1762年、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの11番目の息子、ヨハン・クリスティアン・バッハとロンドンで合流。二人の友情は、1764年から1765年にかけてイングランド発の予約制定期演奏会として、有名なバッハイ・コール・アーベル・コンサートをスタートさせることになる。この演奏会には、多くの著名な演奏家が出演し、 またフランツ・ヨゼフ・ハイドンの作品をイギリスで初めて演奏した。演奏会を主催していたのはテレサ・コーネリーズという引退したオペラ歌手で、双方スクエアのカーライルハウスに演奏会場を所有していた。しかし、演奏会が大当たりしたことで、1774年、ヨハン・クリスティアン・バッハ、ジョバンニ・ガッディーニと共同でコンサート会場ハノーバースクエアルームズを 設立、1775年独立し、アーベルが後を引き継ぐが、経営は苦しくなった。1782年、ヨハン・クリスティアン・バッハが亡くなり、事業は破綻してしまった。演奏家としての仕事があったが、酒に溺れ、1787年6月20日、亡くなる。ロンドンのセントパンクラスオールド教会に埋葬された。 彼の傍らには愛用のビオラダガンバが収められたと伝えられている。1764年、少年モーツァルトがロンドンを訪れた際、勉強のために筆写したアーベルの曲が公共曲第3番編補長調計18として、ケッフヘル目録に乗り、19世紀にはモーツァルトの作品として有名になった。ブライトコップフーンとヘルテル社の旧モーツァルト全集でも、 モーツァルトの作品とされていたが、後にアーベルのものだと判明されている。2009年3月27日大見学堂にて行われたアーベルのガンバのための27の商品全曲演奏会のパンフレットに音楽学者の赤塚健太郎はアーベルは6弦の楽器を演奏していたと断りを入れているが、楽譜のファクシミリ版を見ても6弦では不可能であり、7弦でないと 演奏は無理である。実際、この演奏会でソリストを務めた品川清氏は七弦のガンバを使用していた。トマス・ゲインズバラの肖像画だけで判断するのは危険である。肖像画が真実を語っているとしたら、18世紀の君主は鎧を着用して執務していたことになる。ありがとうございます。